今回は、顧問優位、12月1日のエラッタで、効果終了時に、四季が吹き飛ぶ効果が削除されて、大幅に使いやすくなったで。家が回らんデカブツめ、
今が勝機ならばただ分を尽くすのみ。ノルマ、私の代わりに頑張っていて。英知の一端をお見せしよう。門を開放、マスター。お呼びとあらば、我ら一丸となりて逆賊を討伐せん。よくない流れだな。戦はつかぬ。最後にもう一回エインの計略打てるのは四季ご計略ならではの強みやな。やむを得ぬ。学べ。鍛錬が足りないか。今回はもう一試合やるよ。
しよう。
行く場は好かぬ。それ矢を受けた。強力のカットインをケチった結果、撤退カットインで帰って時間増しとるやんけ。やっぱ時間なくても最後までやった方がええな。ご視聴ありがとうございました。